はい、皆さん、こんばんは。今日プロ YouTuber のカツッパです。それでは ABC223 回目続き、いい問題、やっていきます。いい問題はこちら。プレ a シングレクタングル n 生成数 XY に対し、二次元平面上において以下の条件を満たす長方形を良い長方形と呼びます。すべての辺は、X 軸または Y 軸に平行です。すべての頂点に対し、その X 座標は0以上 LargeX X 以下で、Y 座標は0以上 LargeY y 以下です。回、はいまあ、る範囲に入っている軸平行な長方形という感じですね。 で、面積がそれぞれ A 以上、B 以上、C 以上であるような3つの良い長方形を重ならないように配置できるか判定してください。えー、で、この重ならないっていうのは、共通部分の面積が0ってことなので、えー、辺と辺でくっつくとかいうのは OK ということにしましょう。はい、で、これができるかどうかですね。うーん、まあまあこ、そう、こんな感じですよね。これは頑張って倍分けなのかな ?3 つしかないし。はい。あー、で、そっか、面積しか指定されてないのが厄介なんですね。そうね。 あしかも整数じゃないといけないってところね。だから、ここの XY の範囲に、まあ面積、ちょっと余るかもしんないけど、A とか、B とか、C とかをこう置いていってねって感じですね。はい、果たしてそんなことができるんでしょうか。なんですが、まあ3つしかなくて、A とか B としああ、でも A とか B とかしかでかいですね。ABC がでかい。ABC でかいな、本当に。えっ、ー、と、 何がでかくて困るかっていうと、A、あ、A 以上、B 以上、C 以上か。ああ、なるほど。それは厄介なことをしてきますね。なんかぴったり入るとき困る気がするけど。まあいいや。えっ、ー、と、実際問題、あのー、まあなんかいい感じに入る回があったとしましょう。いびつだったとしても。こんないびつな回あるのかな。まあとにかく、えー、どれかは伸ばして、辺全部使うっていうのができるはずなんですよね。 で、えー、っと、辺全部使った後は、残りってまた長方形ですから、長方形の中で2つ長方形を置いてたとしたら、まあ両方伸ばせると思うんですよ。こう、ガッガッって。だから絶対に形としては、えー、っと、増やす分には自由ですから、まあこんな形にな,なるかもしれないけど、全部こう、みっちり詰めることができると思います。ということなので、えー、っと、まあこれが X なのか Y なのか Z なんかは、まあ全部試せばいいと思う。あれ X ってないの、ABC かどうかね。 A か B か C かわかりませんけど、まず、えっ、ー、と、必ずある辺、辺を全部使うやつができます。ある辺の方向に全部使って残りは、まあ、最低限に使う人が出てきますね。で、あとはその下になんか適当に、適当な分割によってうまくいくかっていうのを見てみればいいと思いますね。分割はたったとこの2種類しかないので、まあ、ちょうどいいところで切った方がいいと思います。はい。じゃあ、これをやっていきましょう。Ex の B.Py、e. ですね。はい。で、こういうやつね、場合けたくさんあるんですけど、これは引数、 をあのというのは、まぁ、あ、ちょっと今書いていきますけど、まず必要な情報を全部もらいましょう。で、えー、っと、if、まぁ、あ、まぁ、あ、ok っていう変装を用意しましょう。なんか、ok, だ OK が最終的に true ならばいけます。で、ok はまず、ソ o l v e a, b, c ですね。まず、a をどっかの軸に平行に ああどうしようかな ?XY もこうしようかな ?XYABC でお願いします。えー、まず A を X 軸に平行に置いて、BC はあとなんかいい感じにしてくださいみたいな感じですね。で、それを今度 B、BAC、CAB で解きます。まあ、僕はサイクリックなのが好きなのでこうしときましょう。あで、ここをこうです。ここは Y イコールにしてあげて。で、最後にこれ、えー、軸の向きを逆にしたやつですね。YX も作ってあげるという風にしてあげれば、えー、だいぶ 処理を共通化することができます。はい。で、まあ、F、OK。プリント、Yes。さは文字。そうじゃなかったら、プリント、No! みたいな感じにしておきましょう。ちょっと怒られたので、ちゃんと対応します。はい。じゃあ、あとはこのソルブ作ってあげるわけですね。はい。F、ソルブだ。だから、もうこれは、この辺入力によらないから。 ここら辺に作ってあげましょう。def, solve, x, y, a, p, c まず a を x 軸に平行に置きますから、高さは、えっと、y、えっとえ、a の高さっていうのは、a 割ることの x プラス、もしちょうど割り切れてないなら余分な分が出ますから、プラス1してあげないといけません。a%x が0じゃなければ1を足してあげましょう。はい。これはブルリアンをイントに変換すると一になるからみたいな、0と1になるからというふうな式です、これは。 はい。で、いうことで、あと、ソルブツー2の、はい、ーンソルブツー2の x、x はそのまま y 軸 aybc ですね。あまあこ、これも、これはもういいか。いや、も、ま、う、あ、これは普通に作らなくていいや。y-equalay してあげて、はい、あとは b と c 入れられますかというふうな問題になってきます。で、b と c 入れるときは、x 軸に平行か、y 軸に平行か、どっちかなんで、えっ、ー、と、x イコール、ああ、めんどくさくなったので、やはり、 return, solve, ーン、二2 2つのやつですね。x, y 引く ay の bc は、solve2 の x, y 引く ay, y 引く ay, x の bc としてあげましょう。また、こちらもですね、どちらの軸を先にするかも関数の間は固定してあげます。はい、x と y をもらいます。で、b と c まあ、a と b にしましょう。はい。で、やることは一緒ですね。これやって、 ay イコール a y y x プラス a バック x ってこれでですかっていうのを見てみて、えっと y マイナスイコール a y ですね。はい。で、えー、っと、あーだから by は y 引く a y です。で、リターン b の面積がですね、by かける x ですから、これ未満であることを言ってあげておしまいです。はい。というわけで、ここでいろんなミスを犯してるんですけど、まず、 ミスというか、まあ、抜け漏れがあって、まず、if, y が ay, ay が y より大きかったりするとやばいので、このときはリターンフォルトしてあげましょう。ありがとう。はい。これでいいかな。あ,あとはいいですね。あと、ここら辺は b の小なりイコールのところでマイナスチェックができているので、まあ、不安だったら、いろいろやればいいんですけど、まあ、大丈夫でしょう。はい。そうですね。どっかで不利になる可能性があるのは y 引く ay ぐらいなので、ここと。はい。これで OK です。じゃあ、これを。 いいきましょう、ね。えっと、リンターが起こっているので、いい感じにしておきます。こうかな。はい。e shell, p y t ン o n いいこと、π。いいこと、π。さよ。はい。これを33に。これ、イエスですね。際どいノーがあればいいんですけど、これは際どいのかなまあ、ノーでした。まあ、実際問題、ノーは判定できる。ああ、d i v i s i を、文字ュールを倍ゼロ。x がゼロになることがある。ほ<る>う。x がゼロになることがある。x、これか。 あ、y 引く ay ね。はいはい。これはまあ、ちょっとどうしようか。えっと、a とか b って絶対正ですよね。正ですね。だから0になっちゃいけないんで、ここもこう,こうでいいです。あの、ちょうど一致してもダメだ。どうせどうせダメですっていうふうに言ってあげて。はい、これでいいでしょう。だからこれは親切ですね。あの、入力例が。ゼロディビジョン。今の僕みたいなボンミスも防いでくれるというのはすごくいいことだと思います。はい。じゃあ、いい問題、ね。こちらで提出。さあ、いかがでしょうか。 えーとあ、良さそうですね。はい、まあ、こんなけさったらわるんですけど、なかったようなので、AC です。ありがとうございました。じゃあ、続き F 問題はまた別の動画にします。お楽しみに。